ははいいささんんんんこばおじです久しぶりですねこいつが主役になるの <laughs> まあでも動画は多分2分ぐらいで終わると思いますが横には最近の主人公であるこいつがいます <laughs> また組み立ててますはいこれはまた記事にしますえー、とですね最近ねあのブログの方でもちょっとね YouTube の方でもあのちょっとコメントもらってたんですけどそのバイブレーション機能がローグにしてなくなった っていうことを最近よく聞く聞んですねでひょっとしてこの方法かなーって思うものがあったのでえっとそれを試したら解決したのでちょっと短い動画ですが一応動画にもしておきます記事にもしますが、えー、簡単ですもうわざわざ間延びさせませんまずプレイステーションまあ普通にやりますよねでまあ振動機能があるゲームがグランツーリスモということなのでグランツーリスモをまず起動します はい、で、えっとメニューを呼び出します。まあ、電源ボタンですね。メニューを呼び出して、えー、コアコアセッティングです。コアセッティングで、えー、っと、こうですね。アナログモード。ここをデュアルショックにしてください。はい。多分ね、あのね、 ローグになってならなくなったってなったらね多分初めに、ね、デジタルになってると思うんですよ。デジタルモードが、えっと、結構他のゲームも全部デジタルモードが結構広く使われてるんですよ。アナログモードデュアルショックやと動かないゲームがあるからみんなねデジタルにしてるんですよアナログモードでなのでこのゲームの時は、えっと、デュアルショックですね。デュアルショックにしてで戻ってゲームしたらもう揺れてます。 はい今もう揺れてます。はい。僕はあんまグランツーリスモもしないんではい揺れてますねブブブブ,ブって揺れてますはいそんな強くないですけどねはいいかがだったでしょうか非常に簡単な説明ですがえっ、ー、と多分これねこれゲームごとに変えれたかな設定 ひょっとしたらゲームごとにこの設定を変えれないんでまた動かなかってここをデジタルにしてっていうことをやってるからやってったから多分動かなかったんやと思いますはいえー、いかがだったでしょうか <laughs> 短いですけどねはいよかったら結構ねあの 記事でもブログの方でもらってたんで困ってる人意外に多いかもしれないです。これです。デュアルショックです、ね。ショックって書いてあるからね。はい。えー、いかがだったでしょうかこれで初めてね、おじいさんの動画見たよっていう人はあの、チャンネル登録していただいたら、まあ、RG350 のことはね、もうあんま記事にしないと思うんですけどね。はい。まあこんな感じで検証できるものがあれば検証します。ね。あうわ、これ目から鱗やわ。バ,バイブしたって言ったら、 高評価をししらったら、えー、嬉しいですで、えー、ひょっとしたら個体差とか例えばバイブレーション機能が壊れてる個体だったとか、うん、ちょっとブログにも書いたんですけどひょっとしたらそのバイブレーション機能を省いた機種が出てる可能性もあるんですよねあの安価にさせるためにそういう可能性もまあそんな情報ないですけどあ,ありえる可能性なんでもしも振動なくこれにしても振動なかったら、まあ、それの可能性または吸い出しの失敗。 各々、えー、あるので、えー、全員が全員じゃあマックスで動くかっていったらそれは僕も分からないです個体差ってやっぱあるので僕,僕はその振動するゲームを一個もやったことが偶然なかったってことなんですよねでそもそも普段からあんまり振動を多分オフにしてるのかその据え置きゲームでもあんまり振動意識したことがなかったので言われてはって思ったんですけどはいまあよかったら参考にしてくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょうさよなら